皆さんこんにちは。情熱的奇跡の成長を導く日本で唯一売上を上げるチームビルディングコンサルタントの岩見です。今日のテーマはですね、前回、アサーティブという話をしています。今日はアサーティブのステップという話をしたいと思うんですね。じゃあアサーティブってどうやってやっていくのかという話なんですけれども、ポイントはこの3つの順番になりますね。まずは自分の思いを確かめるということになります。自分がどんな思いでいるかということですね。2つ目、事実や状況を共有するということをやります。2つ目のステップですね。3つ目は提案は具体的に述べるという形になります。こんな風にアサーティブなコミュニケーションというのはどうやってやっていくかというと、この3つの3段階のことを自分の中で、経ていく、相手と共に経ていくという形になります。例えば具体的な感じで言うとですね、急ぎの仕事をしてほしい時ってありますよね。相手も急ぎの仕事をしてるんだけど、こっち側のね、ことをより優先してほしいなって思う時にですね、まずは自分の思いを確かめる。急ぎのしてほしい仕事をしてほしいという時に、どんな思いで今してほしいと思っているのか、かなり急ぎなのか、なんでこれを急ぎでしてほしいと思っているのかということも含めて、自分の思いをちゃんと整理して確かめようと。あとは二つ目が、事実や状況を共有するということなので、この二つ目のステップでまずは相手と今こういう状況でということをちゃんと共有するという話をするということですね。その時にですね、共有する段階で、自分の思いもちゃんと伝えようということですね。で、三つ目が提案、具体的に、急ぎの仕事なので、こうまでにどうしてもやってほしいんだけれどもとか、これを優先にしてもらうにはどうしたらいいかっていうことについて、教えてほしいとか、何かしらですね、一旦は具体的に、提案をしてみるということをまずやってみるということですね。こんな風に、まずアサーティブのステップということを、自分から相手にするときにするという風に覚えていていただければなというふうに思います。はい、もちろんですね、相手がそれに対してまたアサーティブにやってくるということもあると思いますので、こういう形で、自分からアサーティブに話す、そして相手からアサーティブに、相手の思いがあって、相手の状況があって、相手も相手から具体的に提案があってというような形になっていくということが理想的なコミュニケーションかなというふうに思います。ぜひね、この漢字を覚えていていただければなというふうに思います。はい。情熱で奇跡の成長を導く、日本で唯一売り上げ上げるチームビルディングコンサルタントの宮見がお伝えしました。ありがとうございました。